い、皆さんこんにちは。ナイロン番組のナイロンです。今回はパキパキスクイーズを作ろうと思います。ということで、いちごを開きます。よいしょ。いちごもこの下のところのこいつをやればいいか。いちごはヘタで隠してるんだ。そっかそっか、そういうことか。これすぐに出てくるからほんと最悪。あ、やばいやばいやばい、ほらほらほら、あぶな。これ妹にこれ飲ませてみたとかやってみたいけど、やめとくよ。さすがにこれは何の液なのかわかんないから怖い。あ、やばい、なんか飛んだ。うわぁ、もう水びちゃびちゃだし。これどこに、どこ穴開けたか忘れちゃった。やばい、水まだ入ってんぞ。水まだ入ってる。よし、ちょっとこっちは成功しそうだから、頑張ります。あ、え？めっちゃこっち、スムーズ。ほら。こっちスムーズだよ。やっぱりイチゴだと可愛いからありだわ。ほら、下ちょっと止めるだけだ。え、イチゴスクイーズ最高。私もしかしたら穴広げすぎたのかも、こっちのやつ。ホットボンドで止めちゃえばもう楽よ。はい、え、イチゴスクイーズ余裕でできたんだけど。え、何この卵スクイーズ。ちょっと待ってね、私もう一個卵スクイーズ持ってるの。ラストになっちゃうけど、卵スクイーズラストになってしまうんですけど、もう一つ卵スクイーズ持ってるので、これをほんと細く切ればできるんで、ほんと細く切ってやっていきます。よし、ラストですよ、卵スクイーズ。あー、卵スクイーズとお別れだ。またどっから会おうね。ちょこっとだけ切ればいける。よし、あー、やばいやばいやばい、道が、水。あ、こいつ黄身を出す作業があるんだ。まあ、でもスポンジが入るくらいだったからね。はいはい、黄身出て、黄身出て、ほら、やっぱちょこっとだけ切るだけだったんだね。私ちょっと間違ってたわ。うん、はい、できました。今日の動画本当は2秒で終わったのに何分かかってんだろう。イチゴパキパキなんないけど、イチゴのスクイーズできたんだけど、やばい。この黄身も黄身でどうしようと思うわけよ。あ、やばい、下がってた。あ、待って、面白い。待って、ちょちょちょっと。こいつどうしよう。こいつも一応スクイーズだから。あー、もう、もうダメ、もういいや、めんどくさい。え、これどうしよう。超もったいないじゃん。もったいないな、この、これは。あ、待って、これ、もしかしてスマホケースにできそう。ってことでですね、それではまた明日の番組でお会いしましょう。さよなら。